はい、こんにちは。地理の井上です。それじゃあ、今日も頑張っていきましょう。じゃあ、向こう行きます。はい、今日は第9回目と、高校業、エネルギー。高校業用のは地下資源とかね、こういうのが含まれますよと。あとはエネルギー資源ということについて今回学んでいきましょうか。特に図を使った内容が中心ですのでね、背景、農業と同じようにね、背景などもしっかり押さえられればよろしいのかと思いますよ。じゃあ、 言うより慣れろですね。問題やってみましょう。それじゃあ2022年と共通テストの第2問目ということです。まあ、これも結構ベタな内容ってはベタな内容なんですけどね。ただこの図を見て、そしてここの文章を見て、あ、どうなの ?4 っていう組み合わせの話ですよね。はい。それじゃあこの図、ね。どういうところに出ているのかというのを特徴を整理してみるっていうのが大切なのかしら。 そして、あとはここの内容ですね。まあ、それぞれね、注目するポイントっていうのもいくつかありますよ。生産量の上位10カ国の世界に占める割合が9割超えちょるぞとか、世界最大の生産国と消費国が同一であるとか、世界のエネルギー供給量の約3分の1を占めていると。確認されている埋蔵量の約半分が、 特定の地域に偏っているということですかね。まあ、それぞれキーワードがある。まあ、こういうのも後々整理しながら回答を導き出していきましょうね。判例、あといと、いと、あといってことですか。今回何を求めるのかというと、まずは資源の地域的な偏りを考えるために主要な資源について調べたと。図の位置中のあといと、石炭と石油ですね、原油ですね。のいずれかであると。 そして、分 A と B、石炭と石油のいずれかを説明したものでと、やうん、石あ、油田に該当する判例と、石油に該当する分、正しい組み合わせと、まあ油について答えろということなんですね。さあ、それじゃあちょっと大きく見てあげましょうかね。ぺらんと。さあ、こんな感じに図をでかくしましたよ。 この図から何を読み取るかってことですね。まずは石炭と原油についてということです。はじめにザクッと石炭に関してと。うん。石炭というのは古希増産体地域を多く産出すると。まあ、こういう特徴はありますね。 まあもちろん産出はするんですけどね、あくまでも傾向なんですよ。まあ特に石炭というものは価格の安いものだし、今普通の先進国の中では石炭をそれほど使う使うって感じじゃないですよね。液体燃料である、まあ原油であるとか、あとはクリーンエネルギーである天然ガスへとどんどんエネルギーもシフトしてるわけですよ。だから石炭をよけ使っていたりするとなってくると、結構まあ、 途上国バージョンなのかなと、まあ、新興国バージョンなのかな、先進国にまだ手が届かない感じなのかな、っていうのは印象に受けますよね。で、今回に関しては、この生産量ということですので、まずはこの古希増産体ってところが一つ入ってほしいと。あとは、この石炭をほじくり出すためには価格が安いからな。やっぱりあともう一つは人件費が安いところというのが一つのテーマになるのかな、って思われますよね。 日本なんかは昔は北海道とか九州地域でも取ってはいたんですよね、石炭ね。でもどんどん高度経済接触期に伴ってきて、日本の人件費がどんどん高くなってくると。で、昔は結構地下深いところで取っていたのでリスキーだったんでね、危なかったんだよね。でそういうところもありましてね、人件費も高まってるしと、と採算が取れんじゃないかいということから他の地域から海外からの輸入が増えていったということにもなるんですよね。ですので今採掘する場所っていうのは、 ただ単に古希だけではなくって、あとは地中深いところを掘っていって石炭まあ古い地層までぶち当てましてねで。そこで石炭を取ると。まあそのためには人件費が安いことが前提じゃないがいなんていうところはあるんですよけどね。まず一番基本的にはここですよね。オーストラリアのところを見てあげたいところですよ。まあオーストラリアとくればこれグレートディバイティングですね。古希増産体が控えてきますよ。 まあ、ここがまず一つ目の決定段になってくるのかなと。まあ、ここはオノつと石炭かなと。まあ、有名なところはモーラ丹田なんかここに控えていきますね。だいたいまあ、南海域線あたりのあたりを見れば、モーラ丹田が出てくると思いますよ。そしてあとはこちら、ドラケンスバーグ山脈ですね。南アフリカ共和国と。まあ、このあたりではまあ、大まかに決まっていくのかなって気はします。まあ、ここをしっかりね、南半球で非常に目立ちますからね。そこでまず判断しと。 いうことで、あのところが石炭ですなと。考えてあげましょうか。そしてそして、今度は油として見た場合には、油ね、これだね。これはちょっと異常だよね。この場所はペルシャ湾だね。ペルシャ湾地域にたくさん出てくると。なってくれば原油だ。 だいたいまあ、産出量的には33%がもう中東だからね、うん。埋蔵量に関してはだいたいもう半分ぐらいいっちゃうけどね。49%ぐらいいってしまうけれども、まあ実際的にはってことなんでしょうね。はい。まあ非常に偏りも大きいということになります。はい。さあ、まあそこら辺の部分でまあ中東を考えてあげればいいって言えばいいんですけど、あとはここの、どこでしょうね。 ベネゼエラのところのマラカイボコ油田とか、あとはここのメキシコ湾岸油田だとかね。まああとはこのあたりでね、アルジェリアとかリビアのあたりというところも去ることだから、北海油田とかね。あとはまあ、このあたりなんかでもちょこちょこ出てますかね。インドネシアあたりでもね。まあいろいろとキーワードになるところはいくつかあると思いますけど、やっぱりこのペルシャ湾のところの偏り方は異常ですもんね。なので、イのところがまあ原油であろうと。 まあこれがわかるわけですよ。うん。それじゃああとは文章ですよね。この資源は生産量上位10カ国の世界に占める割合が9割を超えておりと。世界最大の生産国と消費国が同一であると。まあいわゆる生産、たくさん石炭が取れる国であり、さらに消費もたくさんしますよってことなんですよね。 消費がたくさん多いということは、ある程度人口も多いということ。あとは鉄鋼業なども盛んなんだけど、少しちょっと技術が低いかな。さあ、そこでですよね。大体まあ世界の大体もう6割近く生産してしまうということを考えてしまう。まあ、5割ちょっと。まあ6割弱って感じでしょうけどね。そしてたくさん消費する国となってくれば、ここはもうはっきり言えば中国のことを言わんとする内容でしょうね。中国。 さあ、そして、たくさん大量に取れるんだということでもありますね。ですので、ここの部分は石炭についての説明だろうなと。まあ、おおよそね。で、中国は非常に石炭の産出が多いんだということ。そして、消費も多いんだと。まあ、その代わり、酸性物質も要件出してますけどね。ってことですな。そして、意のところ。世界エネルギー供給量の約3分の1。何気ないけど、世界のエネルギー供給量ですからね。 まあここでちょっと石炭っていう言葉じゃなさそうですよね。まあこの辺りからだいたい石油、原油に関する話だろうなって感覚は欲しいとこです。で、確認されている埋蔵量の約半分が特定の地域と。これぶっちゃけここでしょうね。ペルシャ湾のとこでしょう。こんだけ三角形ついたらその通りでしょうということです。まあ大体49%ぐらいが埋蔵量がそうなということです。世界の半分あるっていうんだからすごい話ですよね。はい。さあ。 それじゃあ、ここの部分が、まあ、ここは石油でしたか、うん、この組み合わせとするならば、そのまんま原油、e、イ。そして、B、なので、これが正解になりますか。4番目が正解だぞと。こういう形になっていくのです。はい。まあ、特に今ここで指摘したところね、これはいずれいろんなところでも出てくる内容なので、まあ、しっかりと確認しておくといいと思いますよ。こんなあたりとかね。 まあ、ここは一応おまけとして言っときますけど、まあ、オアペック。石油、アラブ石油輸出後機構と。あとはオペック。両方加盟してますからね。このリビアと、そしてアルジェリアね。これとても大事です。覚えておいてね。はい。さあ、それじゃあ今度は次の問題行ってみましょう。はい、今度も共通テストの内容です。これなかなか両問とされてるものですね。いい問題だと思いますよ。うーん それじゃあ次に、リナさん。1995年と2015年における各国のデータを調べてということですか。で、経済発展が環境へ及ぼす影響について考察したよと。どんどんと一人当たりの GDP が上がっていく。グロスドメスティックのプロダクションですね。どんどんと国内総生産が一人当たりが上がっていく。経済成長してるぞと。それに対して二酸化炭素の一人当たりのね、排出量がどうなってるかっていうグラフですよ。うん。 で、いくつかの国、A から C と世界平均について、一人当たりの GDP と一人当たりの二酸化炭素排出量の変化。これをまあ示したものであると。あとの文のサーシー数と、ここは A、B、C のいずれかに該当するんだね。でそして整理したものであると。まあ、適当な組み合わせを選んでみなさいという問題です。はい。さあ、それじゃあ、ここの図を見て、どこに着目するかです。 どうでしょうある程度すり合わせとこう人それぞれとかやめようぜ、うん。まずこの中で注目すべきはこの子だよな。というのはどんどんと2015年になるに従って二酸化炭素の排出量が増えているにもかかわらず、これ減ってるんだぜ。どうも環境基準がしっかりしてると見たね。 で、しかも、経済成長しているにもかかわらず、所得が上がっているにもかかわらず、排出量が減ってきていると、なってくれば、これは明らかに、環境先進国と呼んでもいいのじゃないかなと。まあ、あえてどこの国とは言ってませんけどね。まあ、ドイツのような国だなって感覚があればいいですよね。まあ、ドイツなんか特に脱原発も掲げてますからね、太陽光発電とか風力発電。 どんどん力入れていきましょうってことでもありましたなさあ、なので、ここがまず一つ埋まってくると。そして、あとはここですよね。A と B の比較なんだけども、明らかに、一人当たりの GDP がこの子の方が高いということだから、こちらの B の方がより経済成長しているなという感覚。そして、経済成長しているんですけど、結構 こうもともと二酸化炭素の排出量も多いですよね。だか,らかなりこの国というのはエネルギー消費の多い国と、そして近年経済成長をぐんぐんしてきて、そしてエネルギーをたくさん使い、そして二酸化炭素、まあぶっちゃけこの化石燃料でよくね、たくさん使いというのが大体おのずと分かってきますよ。さあ、このあたりでまとめていくとどういうことになりますかね。まずは3の文章。産業構造の転換に伴い、 脱工業化。脱工業化になってくるとなってくれば、明らかにサービス業が多くなってますよ、と。こういうことを意味するものですよね。脱工業化。そして再生可能エネルギーの普及ということですから、もちろんね、水力もそうでしょうけども、まあ実際的には太陽光風力。まあこういうものがどんどんの盛んになってくるし、例えばバイオ燃料なんかもね、 増えてくるんでしょうってなもんなんでしょう。ですので、この子は C でしょうか。それじゃあ続けて。資源が豊富。国内の燃料消費コストが低いと。ここちょっとちゃんとしとかないといけないね。この燃料消費のコストが低いと。だから燃料消費のコストが低くて大量にあるんだからね。それはもちろん、 大量に使いやすい状況があるぞってことなんだよね。なのでこの国はだいぶ資源も豊富だけども、この消費のコストが低いことによって大量に使えるっていう、まあ贅沢なことができるわけですよね。そしてあとはここでしょうか。世界的な資源需要の高まりを背景に経済成長が進んだということですか。ね。 経済成長が進んだと。こっちの下の文章は工業化が進みという感じですよね。経済成長と工業化。どっちが上かとなれば、もちろんこっちでしょうね。世界的な資源需要の高まりということなんでしょうから、もうこれはおのずと B のことを言わんとするだろうと。そして S。ここは農業や 軽工業が中心。軽工業となってくれば、どういうものでしたっけこういうところ何気ないけど大切よね。軽工業っていうのは、例えば繊維工業。あとはネジキュッキュッと組み立てだな。工業も工業の中でもかなり初期的なもので、安価な労働力を求めてくる、労働力志向型っていう工業形態だ。 安価な労働力ということですよ。なので、やっとこさということですね。で、だんだんと重工業、鉄工業などの比率が高まってきたぞっていうことですよね。なので、やっとこさ。今までは農業中心だったところから、軽工業が生まれて成長して、今現在は鉄工業などもグイグイということでしょうな。なので、ここは A の内容が入ってくればいいと。C、B、A の組み合わせになるのかな。 A のところがスーと。そして C のところが B。まあ B のところが C。そしてサのところが C と。まあ C がサですので、この子が正解だね。6番目が正解というふうになっていきますよ。はい。まず一番初めのこの窓口のところの、この図をしっかり見てね。どういうような国の発展段階なのかというのをしっかり抑えること。 特にここをピシッと見つけることができないとね、時間がかかってしょうがなくなるわ。こういう整理をして文章を見て、ふむふむというふうに答えを出していくのです。はい。大丈夫でしょうかねさあ、このあたりもね、背景を押さえながら、ピシッと答えを導き出せるようにね、やっていきましょう。それじゃあ、今日はここまでといたします。じゃあ、終わります。はい。お疲れ様でした。授業どうでしたかわかりやすかったですか ま、しっかりと復習して、自分のものにどんどんしていってくださいね。この考え方を自分のものにしていくってことが、一番、この、地理の学習には大事なものですからね。はい。それじゃあ、一緒に頑張っていきましょう。